秋田ふれあい信用金庫本部、本店角野達支店秋田ふれあい信用金庫は、秋田県大選手に本店があった、信用金庫。湯沢、百合本城、二かほ地域を除く、県南地区との城山本地域を営業エリアとしていた。旧、対局信用金庫が、一時期、秋田銀行や旧、五条目信用金庫への事業譲との噂まで立った旧。 野代信用金庫を救済合併する形で成立した信用金庫である。そのため、名目上の全権エリア化とともに、事実上の飛び地合併の形になった。その後、旧角野立信用金庫を合併して、現在に至るが、この時にも旧角野立信用金庫の財務状況がネックとなって、一時は合併白紙にまで発展した経緯がある。 2009年7月13日に、うご信用金庫と対等を合併し、解散した。うご信金側がそのまま存続する理由として、エリア展開を含め預金、貸出金規模こそは、触れ合い信金側が大きいものの、上述のように触れ合い信金が、財務状況の思わしくない信用金庫を、ことごとく救済合併してきた経緯から、うご信金側の方が、自己資本比率をはじめとした。 財務状況が良好であったことなどが挙げられる。なお、合併後ものし山本地域が飛び地状態であることに変わりはない。なお、合併に先立ち、新近中央金庫を割り当て先とする優先出資証券の発行を行い財務状況を強化した。これにより、木村邦夫理事長をはじめ、触れ合い側の理事のほとんどは合併と同時に辞任。 合併後のうご心勤の役員構成は、従来からのうご心勤の理事で固められた。前身である、対局信用金庫は1997年3月24日、経営の行き詰まった、野代信用金庫を、救済合併している。野代信金は当時のし市周辺に5店舗を有し、営業を展開するも、地場産業である、木材関連業者が、円高による、 輸入木材との競合激化から業況が悪化。融資が不良再建化していたことや、1983年5月に発生した日本海中部地震のため不良再建が増加するなど、経営は苦境に陥っていた。そこで、大蔵省や日本銀行は、野代ろ新金の預金、店舗を秋田銀行に譲渡した上で、預金保険機構と、 全国信用金庫連合会が合わせて80億円強の資金増与を行い、不良再建処理を実施。最終的には、同心金を生産するとの報道が1995年5月2日一部マスコミにおいて報道されるや、同心金は一時的に信用不安に陥り、この5月2日だけで総預金の10%、27億円もが流出する騒ぎとなった。その後、 野代ろ金金融当局ともこの報道を否定したため、取り付け騒ぎは鎮静化し、同新金は全神殿からの援助により単独での生き残り目指すも、やはり自力での再建は困難であったため地方銀行、等との合併を模索するも、新金会から業界内で処理すべきだとの声が上がり、対局信用金庫との合併が浮上。 そこで、野代信新が抱える不良債権を全新連からの資金増与で穴埋めした上で合併に臨むことになり、1997年3月24日、両新金は秋田触れ合い信用金庫として新発足した。両信用金庫とも1999年12月、合併の基本合意を締結するも角だ立新金の不良債権処理の遅れから、 2001年1月合併を白紙に戻していた。その後、角の立て新金の不良再建処理が進んだことや、2002年の米オフ解禁を控え規模拡大による経営基盤の安定、経営体質の強化を目的に改めて合併の合意に至った。この合併により、同金庫の総店舗は21店となり、県内では、 学期田信用金庫に次ぐ2番目の規模の信用金庫の誕生となった。2007年10月頃より両親金管で合併話が持ち上がり、その後両社間での協議を経て2009年7月13日、申請運後信用金庫が誕生した。合併の目的は、管理部門などで両親金管で重複するコストを削減し、喧嘩全域に広がる。 天保網を活かし、経営基盤の安定を図ることに主眼が置かれた。旧大曲り金店はそのまま継承しているが、旧の白新金店は、合併前のコードに40を足したもの、旧角の立て新店は、合併前のコードに150を足したものとなっていた。野白南支店は、触れ合い新金となってから発足した支店であるため、旧大曲り金のコードの後の番号体、 零零九、が不満されていた。ただし旧横手市は、県内各信用金庫の統合の過程から県内産、信用金庫の唯一の競合区になっている。県合部や大館、数の、北秋田地域に支店がないため。朝日新聞1995年5月2日日、日勤祝札版1996年、朝日新聞有刊1995年5月2日 日勤祝殺版1995年、朝日新聞1997年3月24日、朝日新聞1996年4月20日、当時としては、秋田、運後に次ぐ、県下3番目の規模として発足したが、秋田市を挟んで南北に90キロ以上離れた、新近同士の合併である上、営業区域も2カ所に分かれるなど効率化の側面で、 大きな課題があるとの指摘もされていた。朝日新聞2002年1月19日朝日新聞2009年7月14日朝日新聞2008年6月7日。ありがとうございます。